申し訳ないぐらい元気ですね。チームの予算20億、そのためにも白石さん完走をしてほしい。鎮帝がまたかっこいいじゃないですか。早いです、はい、早いです。聞きたいことがあったんですけど、はい、ちょっとね、聞きたいんです。いろんなことがある困るんですよ、こいつも。ただし、常識的、道徳的ではないからね。地球的です。大丈夫か。楽しく生きてる。平井さん、はい、難しいこと教えずに、なんか俺の失敗を期待したんだ。だから不幸かっていう考え方が強く。そしたらね、平井さん、こんなになっちゃった。申し訳ございません。特別ゲスト来ました。はい。あ、見た。あの白石浩二郎さん、久しぶりの登場いただきます。確かあれはだから3年前ですね。白石さんがこう前回のバンデグローブ出て戻ってきて、1月にですね、これ YouTube でやったかと思うんですが、あれ以来3年ぶりの白石さんの登場。今回はオンライン対談どうぞ、はい、白石さん。白石さん、ご無沙汰です。よろしくお願いします。元気そうで何よりです。あ、まあ元気ですね。もう元気でなかったことはないからね、今まで。元気です、ね、ありがとうございます。いや、もうね、ほんとね、ずっと心配してたんですよ。なんかね、ずいぶんご心配の声いただいて、はい、俺は僕あんまり発信するの得意じゃないんで、だけど本当に申し訳ないぐらい元気ですね。一時期白石さん、ちょっと情報をね、あまりこう出さなかった。じゃないですか、はいはい、でニュースを見ればフランスは大変、もう大変だっていう話になってますから。で、日本はオリンピックもね、もう延期になっちゃったから、これうわ、これバンデグローブもこれ中止か延期か、もしかしたらなっちゃうんじゃないかとこう思ってたんですけども、主催者が11月8日一応スタートと発表したっていうのを聞いて、ちょっといや、それ発表とかやりたいねって言ってたんです。決定ではないです。一応ね、フランスはね、9月までイベント禁止です。9月までです。今残ったらね、だから今はまあ、全ての情報が流動的ってことです。そうですよ。左先生もスタート来たでしょ。金が行きました。前回さ32万人来たからね。あれ32万人ですか。あれは怒られるよ、今からね。収束がどの程度で、うん、じゃあどの程度人集まっていいかので決めんじゃないかな、うん、はい、なるほど。ヨットレース自体はさ、僕ら接触スポーツじゃないからね、うん、そうなんですよ。考えてみたらスタートさえしちゃえば無観客試合ですじゃないですか、ずっと。そうそう、世界一ソーシャルディスタンスが大きな競技だからね。そうですよね。だから、まあ、ちょっとスタートの時のね、あの観客さえちょっとあれをどうするかっていう、ね、白井さん、今日あれですかね、それはなんか事務所ですか、ちょっと、なんか何があるんですか、あの後ろ。これは何、ね、これはね、ファイブオーシャンズ2位になった時の、でこれが多分これ日田さん持ってんじゃないかな、バンデグローブ。ああ、ありましたね、あの時にね。これ前回の、前回の、ああそう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 、ああそうですね、白井さん。これが横浜からサンフランシスコに14日間で大西洋横断した時のやつです、でこれはね、レイドゴラスアドベンチャーレースの盾なんですか。あ、盾です。これはアランダ・アローの、これも立てる、これニュージーランドですね。これがファイブオーシャンズのトロフィーです、はい。あ、これがトロフィーなんですか、そのお皿みたいな。あ、お皿、いいトロフィーですね。へえ、ヨットの形してるんですね。最初の単独密航世界周のやつ。あ、ニューヨークバンデですね。わあ、ニューヨークバンデ。で、これがチターナって、これはサンフランシスコから横浜まで11日間出した時。11日間で。で、これが、アランダーの時かな。僕の船にね、なぜか全員来たんだよ、ね。まあ、スキッパーがみんな集まってきたってことですか。白井さん、人気者ですね。人気者なんだ。言葉喋れないんだよね。これが最初の世界史。ちょうどこれね、帰ってきた時だと思うな。で、これが前回インスタで話題になった。スーパーヒトシ。これ、パーフェクト賞を取るとこれがもらえるんですよ。白井さん、もう2回パーフェクトショット。そうそうそう。これがね、バンデグローブの、俺はほら、完走できなかったんです。まあ、参加、はい、参加のとこみたいなんですね。あ、これはちょうど、セーリングチーム発足した時ですね。この方が森社長。あ、社長、森さん、ありがとうございます。真ん中のイレーレさんがチームのボスです。女性リーダーです。女性なんですね。ドイツの方です。で、これがグッズですね。あ、グッズ。平井さん欲しいでしょ。欲しいっす。これ、あれ、なんですかこれ。白石浩二郎モデルですか。そうそうだ。DMC ボリセーリングチーム。おー、
でこれも一個愛用してるルディプロジェクトのサングラス。かっこいいじゃないですか。多分ね、はい、これもいずれ販売すると思いますので、買います。あ、はい、買います。時計、皆さん時計より安いから、ね、今日も時計してますよ。時計有馬田に言われるね、欲しいって。ま、もうないんじゃないですか。でもさすがにもうない売ってないよ。もう売ってませんか。これだって1500本ですもんね。1500本売ってないで、中古品しかないですね。これはまあ僕の出版した本なんですけど、 BOC の第1回の記念本です。多田さん、これ多田さん師匠、こんな感じですかね、うん、わ、え、この事務所はここでお仕事されてるんですか。はい、そうです、そうです、はい、ここで。なんか見学とか行けるんですか。いや、見学はない。ダメですね。見学とかないから。見学とか来られても困っちゃう。あ、わかりました。あの、見学はないんで。未来さんは遊びに来てください。一般公開してるものではない。一般の人が来られてるのはね、あなたは誰ですかって話になっちゃったら。それダメです。それダメですから。白石さんがですね、30年。こう夢見て、もうバンデグローブっていう世界一周ヨットレースの最高峰っていうレースがあるんですけども、それ2016年にですね、もうその夢が叶って、もう初出場をしたんです。で、私もね、応援にもう行ってまいりまして。ところが、28日目だったと思うんですけども、まあ、当時はね、中古艇だったもんですから、メインマストがポキンってこう、ケープタウン沖ですね。ケープタウン沖で折れてしまいまして、まあ、ちょっとリタイアと。2018年の10月だったと思うんですけど、はい、ねえ、白井さんからお電話いただきまして、DMG 森誠貴さんがセーリングチームを発足するんだと。スキッパーとしてね、白井さんを迎え入れてくれるということに決まったというのは、これは、ね、2018年の、ね、10月です。チームの予算、20億。白井さん、20億っつったら、これもう本当トップチームの仲間入りじゃないですか。そうですね。多分トップ6、7ぐらい入るんじゃないかな。もうあんまトップではない。トップはもっと30億円以上かけた優勝チームがありますけども。まあまあ、ね、トップ5に入るぐらいな大きなチームですね。はい、でも前回まあ3億4億ぐらいだったのがね、もうそれだけ予算あればね、新艇を作れるわけですよ。2019年9月に新艇が完成をしまして、これからトレーニングしたりレースに出たりして、2020年のね11月スタートのバンデグローブを迎える予定だったところに、このコロナ問題でございます。なんかヨーロッパの港ももうみんな閉鎖、地時期はバンデグローブ自体がどうなるのかわからないという状況だったと思うんですけども、まあ先ほどちょっとねお話出ましたけども、なんとか主催者はこれ、まあ、やりたいということでよろしいでしょうか。そうですね、はい、皆さんご心配いただいて、はい、まだねフランスでも収束したわけではないし、まあ、予選レース2レースはなくなってしまったんですが、今別のレースをね、うん、考えてるみたいです。それで、まあ、9月、まあ、10月、11月はね、ぜひやりたいと。僕らスタートしたら1人なんだけど、うん、人が集まるんでね、うん、ちょっと人数制限したりなんかを考えて、うん、で、もしかしたら1ヶ月遅れるかもしれない。まあ、1ヶ月遅れてできなかったら、また来年、2021年11月になると。なるほど。ということで、まあ、いくつかチョイスがありますね。今日この後白井さんに質問いっぱい、させていただくんですけど、はい、もう、はい、まずは前回私と一緒に行った S さんと I さん、いや、もしこれ開催できたとして、私たちはこれいけるんでしょうかっていう、もう貯金はしてるそうですよ。半分ぐらいは貯まったなんてね、おっしゃってましたけど。まあ前回はちょっと奇跡的に盛り上がりましたね。天気が良かったし、完璧なスタートですごく皆さん楽しんでいただいたと思うんですが、今回分からないですね。例えばスタートするけどもお客さん入れないとか、そうですね、あと岸壁見れるけど船に乗れないとかね。でね、もう一個ね、主催者考えてて、もう無観客でスタートして1月2月にフィニッシュするんですよ、みんな。はいはい、そうですね。そこでビリッジ開こうっていうアイデアもあって、そこで初めて船を開こうとか。スタートはね、無観客で。そう、まあどうせスタートしたらもう見れないからね。で、まあ、そうこうやってウェブでね、SNS で楽しんでもらって、ゴールしたらもうそこにレサーブルドローンにみんな船集めて、お披露目してっていうアイデアもあるみたい。だからみんな何とかしてやりたいっていうことで。なるほど。それいいですね。かなりいいですね、そのアイデアは。
そうです。だから、まあまあ、皆さんも例えば11月ダメだったら12月かもしれないし、はい、もしかしたら1月2月、はい、フィニッシュした後、はい、あったかもしれないんで、まだちょっとわからないですね。今日 AD のうちの息子のカンタが今カンペで、うん、そのためにも白石さん感想をしてほしいって今カンペが出てきました。頑張りましょう。まあまあ僕も感想ねしたいしね、なるべくいい成績でね曲がりたいし、そう、みんなもそういう願いだと思いますよ。それはもうみんな一緒なんで、そのためにねもう精一杯ね、今から今のところは11月8日スタートして完走できるように準備進めてますので。いやだから その白石さんがゴールした時にね、ビレッジもあって、で白石さんおめでとうって迎え入れられたら、これはちょっとかなり最高な。そうね、だ前回さ、まあ、平井さんもね、はい、関さんもさ、アッコちゃんもこうスタート見たから、だから次はゴールを見に来る。ただゴールは1日入ってきてるって言ったら困るけど、1週間前ぐらいには大体分かるから。分かります。そろそろあと1週間ぐらいでゴールするって大体分かるから。それ非常に重要なね情報なんですけど、すみません、11月8日にスタートしたとして大体でいいんですけど、白井さんいつ頃お帰りになる。だからね、大体ね今、はい、去年のトップが74日ぐらいなんですよ。74日。そう、はい、だから1月ですよ、1月の半ばとか。そんな、皆さんは携帯で今どこ走ってるか、はい、全部わかりますから。わかりません。で大体もうこのままでいくと大体これぐらいだなっていうのは、はい、すぐ分かりますので。また白井さん進艇がまたかっこいいじゃないですか。はい、おかげさまありがとうございます。いい船が出来上がる。いや早そうですよね。早いです。はい、早いです。もう どうなんですか、もうなんか全然違う感じですか、その乗り物としても。そうですね、実は僕のコーチがローラン・ジョルダンって言って、うん、前のね、平井さんが来た時に言うとね、サフランって船あったじゃん。ありました、うん、はい、チームのボスが今の僕のコーチなんだけど、まあ、前回のホイール艇を彼はよく知ってるので、はいはい、その前は選手だった、バンドグローブ3位になった人だから、うん、はい、で前回のホイール艇と今回では全然違う。彼も言ってます。同じホイール艇でも、はい、全然もう別物ですね。パワーだから、まあ、ローラン・ジョルダンは、はい、俺はこの船じゃやらないって言ってました。それはその乗り心地はあまり良くないっていうことですか。いや、もうクレイジーだって言ってました、この船は。もうだからそれだけ速いし、まあまあ乗り心地は当然悪いですよね。うるさいし、ものすごいもうかっこんでますから。音も、はい、音も体力的にもコントロールも安定的に速くなるんじゃないんです、この船。急に加速するんです。ブーン、だからそうだな、ターボチャージャーみたいなんでキュイーンって速くなる、ゆっくり速くなって、ずっとそのスピードで乗ってるわけじゃなくて、我々のヨットレースはね、波の影響をすごく受けるんですよ。だからどうなるか分からないですね、次のレース。でもデザインかっこいいですね。ああ、そうですか。いや、もちろん前のね、青いのも良かったですけど、はい、今回白と黒で、なんか強そうな感じです。で、白井さん、私ですね、ずっと聞きたいことがあったんですけど、はい、